はい、皆さんこんにちは。仕事サボってキャンチュー野郎麻生でございますまあ、サボってっていうかね、実はですね、今日2019年2月8日金曜日でございます。時間はね12時ぐらい。はい。でね、明日がね、どうも大雪っていう天気予報が出てるんですよ。でね、何時から降るかわからないんですが、その大雪の中ね、まあタープを張るとかテントを張るっていうのはとっても面倒なので、ちょっとね、もう仕事ね半日で切り上げて、もう金曜日から入ってやろうと思っております。でね、明日からね、いわゆる世間は3連休、私も3連休ということで、今日から行っちゃいますので、ということは、3泊4日になるのかな。初めての3泊4日のキャンプでございます。それでは現地でお会いしましょう。あー、楽しみだい。今日はね、まさかね、今日キャンプに出ると思ってなかったので食材全然買ってないんですよ。でね、今ね、あそこ見えますかね、丸越っていうのかな、キャンプ場、新戸キャンプ場から、約5キロ離れた場所に、ある、まあキャンプ場から一番近いスーパーなんですかね。ここでね、ちょっとお買い物でもしてまいります。ちょっと買いすぎたなまあいいか、とりあえずこんなもんあれば3泊4日待つかな。今日はね、3連休前の金曜日なんで、どれだけね平日に人がいるのかちょっとわからないんですが、とにかくこれから入って早めにタープ等々張ってきますよ。はい、現地到着でございます。4週連続だぜ新戸キャンプ場ですよ。はい。でね、今日はね、さすがに明日がね雪ということで、まああと金曜日ということもあってね、まだ2組だけですね。私が、3人目という感じです。はい。じゃあこれからちょっとね、いつもと違ってね、時間がもう結構経っちゃってて1時ぐらいなんで、早めに、タープと張っていきたいと思います。はい。でですね、いよいよ私買いましたよ、ビビタープ。はい、 4×4 迷彩のビビタープでございます。これをね、初めて私貼るんでね、ちょっとこれから楽しみですよ。やりまーす。はい、ということで、はい、こんな感じになりました。ちょっとね、いびつなんだけどね、これね、やっぱりDDタップのいいところは、ハトメがね、非常に多いので、むしろね、無限大ですね、作り方は。でね、今回ね、こういう感じになりましたよ。ちょっと、なんかかっこ悪いけどね。かっこ悪いけどさ、まあ、明日雪降るんでね、ちょっとできるだけ狭くということで、入り口はね、こういう感じに、しました。はい。で、ここはね、木でね、ここにもハトメ、この位置にあるっていうのもいいよね。で、ここにね、木にこうやってロープ結んでますよ。で、ちょっとね、こういう風に、こういう、ここを引っ張って、こういう形、ちょっと台形っぽくすることでね、ここの、目の前でちょっと焚き火台を置いてね、火とかを、焚いたりしたいので、少しね、まあ三角よりも少し広さがあった方がいいなということで、こういう風にしました。で、まあいつものようにね、このね、段差をつけるために、はい、家から持ってきた、はい、ダンベルがね、使いましたよ、また。で、中はね、できるだけ狭くしたいんでね、このまたほら、テントが入ってるんでね、まあ、こんな感じで、なってまして、内側はね、もうこういう風に折り込んじゃってます。はい。むしろね、ハトメが多い分ね、こういうパターンだっていいわけじゃないですか。はい。で、ここにね、はい。新しく買ったね、ポール、テントポール1個ね、またここに、はい。軸にはね、はい。なんだ、この重りのね、置いて、こういう風に立てて、上はね、
念のためね、穴開かないようにここにね、はい、タオルを置いてますよ。はい、こんな感じになりました。まあいいんじゃないの、とりあえずね。はい、基地は完成でございます。ということで、これから、あ、そういえばあれだよ、テントの中に寝具とか入れてねえわ。はい、それをやって焚き火台等々を設置していきたいと思います。よし、はい、寝床完了で、ね、寝床にいつも私入れてるもの、はい、これね、 LED ライト、これね、これ明るいやつね、これ入れるでしょ。で、メガネ、そしてコンタクトレンズのケースと目薬を入れたりしてます。はい、とりあえずこれでね、3日間ねここで過ごしますので、とりあえず頼むよ、チープテント1925円。イエス。はい、一通りね、タープ内ね、準備が整いましたということで、もう俺あれだよ、喉かいちゃったよ。ということで、いつものキャンチューなんで、キャンチューハイいただきます。あー、です。あーマジうまい。5時45分。もうね、あたりは暗くなってきました。そろそろね、ランタンもつけようか。でもね、今日はね、やっぱ平日なのか、明日が雪なのか、ちょっとあれなんですが、空いててね、贅沢な感じですよ。人がね、2組しかいないんでね。よし、着いたぞー。いいねー。はい。だいぶね、火もね、ちょっと落ち着いてきましたので、そろそろね、料理をやっていこうと思うんですが、その前にね、今ね、これ焚き火台ここにあるでしょ？で、あそこにリフレクターが2枚。でね、タープのこの下にね、隙間があって寒いなぁと思ったんですよ。でね、今日はね、ちょっと新たに持ってきた、ちょっと見えづらいんですけど、銀色のね、あのシート。あれね、あれです。バイクとか、自転車とかのほら、雨よけ、ほこりよけっていうんですか？自転車とかのバイクに被せるやつあるじゃないですか。あれをね、今日ね、ちょっと念のため持ってきてたんで、この隙間にね、こうやってやってみたら、はい、全然風が入ってこない。これいいな。いやね、はじめはね、ちょっとテントがね、ちっちゃいんで、念のためテントにかけようと思ったんですけど、やっぱりね、ちょっと、こっちのシートの方がちっちゃかったんで、うまくいかなかったんですが、むしろね、こういうスースーね、隙間に埋めるという意味で使いましたら、これ効果抜群でございましたよ。はーい。そんな小ネタでございました。はい。じゃあこの後、料理をね、ちょっとやっていきたいと思いまーす。ダン、ダン、ダン、ダンジ。さあ、網を行こう。網乗せて、今日はね、これ、はい、さっきのところで、はい、丸いやつかな、あそこで買ってきた、マサバ切り身。これでしょ。サバ行こうよ、サバ。行くぜ。グッス。
まあ、行こう、ドン。焼けるまで待ちましょう。いいね、サバってうまいよね。うお、油乗ってるね。油の音がすごいなこれ。おお、うまそう。もうちょっとかね。よいしょ、いい感じかなこれ。いいじゃんいいじゃん、うまそう。いただこう。ファイヤーファイヤー、いただきます。激うま。日本酒で行きましょう。これ日本酒でしょ。最高だねこれ。もうちょっと塩効いたらいいな。なんだろうね、キャンプ地にいるとさ、意外とさ、なんていうの、寒いのもあるんだろうけど、体力がね、やっぱ奪われるんだね。塩気のあるものとかすごく食いたくなりますよね。じゃね。うん。いいね。塩効いた。うほほほ。ファイヤー。うん。たまんね。うめえなでね、キャンプってキャンパーさんそれぞれにね、使う道具、タープ、テント、ボイタ、ランタンも含め様々な道具を使っていて、まあ自由にね自分のスタイルを貫いてるっていうのが、まあ一つの楽しみなわけですよ。でその中でも皆さんは食べ物とかってどういう風に選んでらっしゃいます？まあそれもね、それぞれね、個性があって面白いと思うんですけど、私なんてね、ほんとね、安物ばっか。スーパーに行って特売品とかいうやつを買ったりします。家の近くにあるスーパー太田ってとこでよく買うんですが、そこはね特売品っていうのがね必ずねその日に売ってるんですよ。でそんなものをね選んで、まあ、キャンプ地でね特売品であってもね、もう安くね美味しく楽しめれば一番いいわけじゃないですか。で日本酒ですよ。日本酒はねこれなんだ、日本気候とか書いてあるんですけど、2リッター540円っていうね。こんなものを飲んだりします。でね今日はね日本酒以外に持ってきたもの、これマルエツさんで買いました。ブラック700ミリでね800円ぐらいのウイスキーですよ。でこれを今日はねウィルキンソン、はい、炭酸水ですよ。これでねちょっと割ってね飲んでみようかなと思ってます。よし行きましょう。とりあえずストレート飲んでみましょうか。おおほほほほ、ウィルキンソンやっぱり入れます。うん、ハイボールうまい。といったようにキャンプ地では高くてね高級なものなんてほとんど食べません。だって高いものねバカ買ってねキャンプに来るね回数が減るぐらいだったら、やっぱり安いものでもね何度もキャンプ地に来たいじゃないですか。まあもちろんね私と違ってお金持ちの方は違いますよ。でもほら最近の流行ってるグランピングっていうんですか、高級キャンプ、あれにはね正直ね全く興味がないです。高いお金払ってねやるキャンプなんて、そんだったらね私高級旅館に泊まりますよ。やっぱキャンプってのはねやっぱりこの安いものであっても楽しめるものっていうのがねやっぱあるわけですよ。この自然の中でねやっぱりこう生き残るっていうか、なんて言うんだろうな、金じゃないんだよっていうことですよ結局は。まあある意味では生きる力が試されるのがキャンプであり、そこで朝ね目覚めて、ああ俺生きてたなって思うことがまた一つのね
楽しみであり喜びなわけですよ。ソロキャンプというそのジャンルのキャンプが楽しいという方々がきっと私のこのね動画男児をご覧いただいていると思いますので、まあ私のねあの好き勝手にこれからもねさせてもらいますよ。まあその好き勝手がね視聴者さんにとって楽しければやっぱりいいわけであって、あの私自身も楽しむし、それをご覧いただいている皆さんも楽しんでいただければこれ幸いでございますという感じのソロキャンパーでございます。今後ともよろしくお願いいたします。さあ明日雪降んのかね、まあ、予報ではそうなってるけどさ、いやとにかくね寒いよ寒い、今8時ぐらいだけどもう恐ろしく寒い持ってますもう盛らないとね寒くてね死んじゃいそう。いやでもほんとねこうやって燃やしてると木をね、なんかね生きてるって感じがしますね。ありがてえな火は。